今日もね、はい、陸のことを立て林で、はい、サロンで の, あ の,、はい、その練習動画を撮ってたんですけれども、うん、暇だったんでいろいろな扉を開けたりとかしてたら、はい、これを見つけたんですよ先生ジョッコンが黙ってましたね長いこと両側にグローブついてます両側にグローブついてますだからこれはあの亀田さんのマネじゃないですからね、うん、亀田さんは片方だけですからそうだね、うんこっちは2つついてるんですねこれは何なんですかしかもこれもカメラさんのより先にやってたんじゃないかもうかなり人気が入ってるだいぶ昔からだいぶ昔ですねこれヒロ先生が作ったもので、はいまあ、ちょっといただいたんですけどいや使え、はい、これも練習法そうですそうですはいやっぱりまあそうですよねはい想像通り好奇好奇って言っちゃったから好奇じゃないわ好奇じゃないああ分かりました。はい。トモキ。トモキって言います。くだらんお前。大輝とか。そう。じゃあちょっと劣化してるけどこれは、はい、ほんまにこういうやつ。そう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 。もうここに。おお。っていう感じ。うんうん、なんだけど。なんで両方ついてる。これそうそう両方ついてるのはこれも先生がやってたんですけど。これ落ちてくるな。劣化してる。ここからこうだったり、はい、こっちに入る。おお。だからフックですよね。ここからシューン、はい、あと金的にこう狙って、はい、これを防御そうこうしていうふうにして練習してました棒術みたいなそうだから先生が使うとこれがここからこれだけじゃなくて、はい、いろんなその何棒術としての使い方でこう攻めてくるから、はい、あのいろんなこう角度でくるんですよそれがすごくやっぱ練習になっていてはい、はい、っていうのをあの資料先生の修行でこうやっていたことがあります。突くだけじゃないですね。そうそうそう、突くだけじゃなくて回した。あ、こう単なるシンプル棒もあるじゃないですか。シンプル棒はい。シンプル棒はこう一番危ないんですけど。それでさっきの棒術みたいなのに。ただこれでも持ち手がしっかりしてないとこれ危ないんですよ。避けたところに手元が来ると避けたのに当たっちゃうことがあるんで、これでも当たると大怪我するから。いやもうマジで普通に歯とか鼻とか折れますからですよ硬い硬いですからドンこれももう練習そうですそうですでこれってその先端ちっちゃいじゃないですか、うん、だからこの拳よりもすごく見にくいんですよ、うんうん、点でくるのでだからこれで練習すると結構パンチ見やすくなるんですよなるほどねうんすごくで、これも予備動作なしで先生こうやってやってドーンって打ってくるんでめちゃくちゃ怖いですよめちゃくちゃ怖い危ない危ない本当にだって僕あれですよこれあのヒロ先生とのプライベートレースマンツーマンの時に槍でやったことあるんですよ体張ってるなマジででヒロ先生こうやって構えてよけろシュやってましたねそのだけの緊張感があるから恐怖心がやばいじゃないですか、はい、でその中でその恐怖心を克服してで素手でやった時にかなりなんていうんですか楽に楽もうそれ食らうくらいでしかもグローブなんかしたら余計ねもう大したもん、ね、安全じゃないですかでも俺がこれ先生にやるのって俺がブレますマジ怖いんだけどこれ怖いよ雪男さんが避けんのまっすぐつけないでしょだってまっすぐつけないとやばいですよそうここにしっかりこうカーブここにもっと伸ばしてもっとそうピザ職人だからカバにピザで運んでるそれをだからいつ来るか分かんないようにこうやって動きながらあそこまでそうですそうですそうですでそれをだからまずこのグローブありの状態でやるっていうちょっと一回これ持ってみますやる？ユキオさんがやる？それはそうよ。一回素人が一回経験してみないと。いきます。じゃあ動く。ちょっと。はい。ゆっくりゆっくり。顔がぬるぬるぬるってなってる。いきます。これってちょっと近いな。もうちょっと下がってみる。はい。じゃあ距離と。それぐらいこれぐらい。でこの動きに合わせて。それは
よくあのボクシングである、はい、ギリギリまで避けた方が、まあ、もちろん食らうみたいなのもあるんですか。そういやあのギリギリで避けるんですよ。耳がかするぐらいのところで避けるんだけど、はい、今幸男さんが足が動いてないでその場でやってるでしょ、はい、そうじゃなくてスリッピングとかはこう、はい、自分のポジションをこう変えながら、はい、やるようにするんですね。そう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 、そうちょっと近いかも近いかも、どうちょっと後ろのグローブを使ってあげてください。お、そっか、避けないといけないですね。そう、こっちはウィーブ、ウィービング。そうそう。ああ、そう。シュッ。っていう感じで。なるほどね。先生やりますか。やってみましょう。俺がやる側がね、うん、やる側がね、そう、もう普通についちゃっていいです。はい。もっと当たるように、そう、もう動いてる、動いてる、おお、やっぱ先に動いてるわ、先動いてるわ、気配避けしてるじゃん、もう、そう、劣化したゴミがまたちょっとあれですね、フェイントになってたね、感じで、はい、すごくいい練習、すごい気配を見せた、気配バラバラ、すごい散らかってます。大丈夫です、そう、なるほどね、今みたいにこう自由にこう練習してなるべく少ない動きで避けて、いろいろあるんですよ、このステップがすごいわ、はい、スナップバックだったり、はい、リーンバック、ああそれ全部スリップ、うんうん、ボビングダックで、ウィーブ、はい、よけて、俺の好きなやつや、先生、もっと動いてで特にヒロ先生だと、この槍とか棒術もすごいできる方なので、はい、やばいんですよ、うん、攻撃 その出し方、はい、そこに反応してやるから、すごい練習になりますね。そういうので、気配よけ的なそう、あの感覚も身についてきてるわけですね。そう、身についてきたっていう感じで、多分ほんまにそうだね、怖いね、そりゃ槍とかそう命かけてよけてたら怖いでしょ、もうその読む力というかそれがないと、ね、研ぎ澄まされてって食らっちゃうんで、はい、先生の踏まえて、うん、はい、ちょっともう一回やらせてください、もう一回再チャレンジ、はい、じゃあいいですか、やります、はい、じゃあいいです、はい、その読むっていうことね、読むんですよ、はい、読んでいいんですよ、先に動いていいんですよ、読んでいい、はい、うん、はい、確かにそうだそうだ、いやそうだってない、動いて動いて、よく見て、どこ見る、グローブ、まあ、グローブでもいいし僕の顔も動き、全体感をね、そう、全体見れるんですよ、囚われない、そう、おいい、よくたよくた、はい、距離が近くなって、距離が近くなって、そうそう、この辺の距離を保てるといいですね、見やすいでしょ、ほら、おい、おでこで避けるのは、これはね、ありです、ありです、これあり、はい、そう、はい、おい、今ギリギリかましたでしょ、耳臭はいい、そこ一番いい、グローブじゃなく体を見て、そう、で、怖がらずに、はい、顎を引いて、前に、そっか、前に、顔だけじゃない、顔だけじゃないかもしれないよ、動いて、はい、はい、サッカーもやったんですすごい、いいな腕、スッ、スッフックも来るからね、はい、そうですね、フックも来るから、はい、そこは避けていかないといけない、そう、いや、でもいいじゃないですか、ちょっとおふざけグッズに見えますけど、全然です、ガチ動画、ガチ稽古動画、ガチですよ、これは、すごいな、でもその年季が、年季がすごいでしょ、本当にカメラさんより先なんちゃうかマジであるよね師匠先生がいろいろ工夫して、はい、あの稽古を楽しくそして安全にできるようにこう考えてくれていて、はい、それをちょあの受け継いでいただいてるんですけど、そうですね、うん、これはちょっとゲーム性があるし楽しいじゃないですか、はい、しちゃんと間合いとかそのタイミングとか、はい、そのフォームの練習にもなるし、はい、実践的ですよね、やっぱジーコンドの距離ってやっぱちゃんとそうだ、パンチが見える距離にいて、だからそこからいい距離なんでしょうね、
よし、すごい、ちょっと、見つけて、はい、おふざけの、はい、なんかものかなと思ったんですけど、違いますよ、本当にジークンドを学ぶ、そうです、本気グッズ、いい道具ですね、いい道具やったということで、はい、楽しかったですね、まあ、本日はこういう、ちょっとジークンドの、はい、変わった稽古っていうのを見ました、はい、あ、疲れた、疲れた、はい、本日もありがとうございました、先生、ありがとうございます、ありがとうございました。